携帯電話等事業者が市内で携帯電話等の生活環境を守ることからも重要であり、基地局あれから3年、岐阜市は業者に対して違反行為のある大型テントの撤去などの行政指導を続けていたが、業者はそれに従う。コロナ禍における市長のゴルフについて市長にお尋ねします。昨年12月29日日曜日、火曜日、この日は柴橋市長は公務のない一日でありました。当日、岐阜市長は各務原市内の各務原カントリークラブで、近隣の各務原市長、関市長、元美濃加茂市長の4人でゴルフをしていたとの市民からの情報が私どもに寄せられました。公務のない休日で平常時ならば何ら問題がないと思いますが、この時期は皆さんご承知のように、コロナ禍で岐阜市の新型コロナの感染者数が急激に増加していました。岐阜市内のコロナウイルスの感染者数が増加していました。こうしたことから、岐阜県は令和3年1月8日に緊急事態宣言を発令しました。またこの時期に柴橋市長は防災無線を、市の防災無線を利用して市民に対して午前の11時と午後4時に新型コロナウイルス感染症の拡大防止について次のように市民の皆さんに呼びかけておられました。岐阜市長の柴橋正直です。岐阜県から在宅年末年始の徹底が発出されています。新型コロナウイルス感染症の患者がこれまでになく増加し、このままでは医療機関の病床が不足する状況です。そのため、年始は県内であっても外出自粛をもとに初詣も自粛していただき、在宅年末年始を徹底してください。また自宅であっても親戚同士の会合で感染が拡大しないよう、同居家族以外大人数の飲食は自粛してください。体調が優れない場合は、直ちに医療機関や受診相談センターへご相談ください。マスクの着用などの感染防止対策の一層の徹底をお願いしますと、繰り返し市民に呼びかけておられます。市長はゴルフを行っていた令和2年12月29日も午前11時には放送はなかったが、午後4時には放送したという記録があります。呼びかけの文は今紹介しましたのと若干違いますが、ここで市長にお尋ねします。令和2年12月29日、今述べましたようにゴルフを行ったことは間違いありませんか。念のために事実を確認しておきます。さらに2点目、次にコロナ禍においてですね、岐阜市民はいろいろと制約を受ける中で、年末年始には外出を控えるなど我慢して自粛生活をしていました。こうしたさなか、市長は年末で公務はなく休暇中とはいえゴルフを行うことについて、市民環境として好ましくないと思いますが、自らも我慢して自粛すべきではなかったかと考えます。市長の考えについて率直にお尋ねをいたします。3、ゴルフ場までの交通手段について、自家用車かタクシーなどの利用されたのか、この点もお尋ねします。また随行員があったのか否かお尋ねします。年末の私の行動に関するご質問にお答えいたします。プライベートのことではありますが、議員がお尋ねの事項はまさに私が感染防止対策を市民の皆様に一回訴えかけていた時期のことでもありますので、年末にかけての新型コロナウイルスを取り巻く状況について申し上げます。昨年11月以降、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、12月14日には岐阜県において年末年始集中緊急対策が決定され、県をまたぐ不要不急の往来、帰省や初詣等の高感染リスクの場の徹底回避の呼びかけのほか、家族以外の大人数での飲食、午後9時以降の
酒類を伴う飲食、接待を伴う飲食店利用の自粛要請がありました。12月18日にはさらに酒類を提供する飲食店に対する営業時間の短縮要請が出されたところであります。12月25日には県において医療危機事態宣言が発令されるとともに、正月三が日における初詣の自粛、愛知県との往来や酒類と大人数での飲食への厳重警戒を再度依頼されるなど、年末年始の感染防止対策を徹底する呼びかけがなされました。大晦日の12月31日には県より在宅年末年始の徹底をが発出され、年末年始は県内であっても外出自粛を基本とすること、また同居家族以外の大人数での飲食の自粛、酒類提供の飲食店は1月6日まで極力休業していただくことが呼びかけられました。こうした状況の中、ご指摘の12月29日には高感染リスクの場を徹底回避するとともに、感染防止対策を徹底する状況でありましたので、そうした状況を十分に踏まえ行動していたところであります。なお正確性を期すために申し上げますと、12月29日には本市の防災行政無線におきまして、年末年始や季節の行事においては感染防止対策を徹底してくださいとの呼びかけを行ったところであり、不要不急の外出の自粛に言及したのは12月31日の県からの要請に基づき1月1日からであることを申し添えます。今後とも感染防止対策の趣旨を十分に踏まえて適切に行動してまいります。なお交通手段につきましては、妻には大変苦労をかけましたけれども、往復ともに妻に運転をしてもらったのでございます。このコロナを行うための日程はいつ決められたんですか？これをお伺いします。さらにコロナ禍のこの時期に公務がないからといっても、市長は自らがコロナを行うことについて何ら疑問が違和感がなかったか、これをお聞きします。さらにこの度の件について市民に対して市長のコメント一言いただきたい。そして当日市長自らのお礼代をいくら払われたかお尋ねしたいと思います。またこのコロナは誰の呼びかけで始められたんですか？再質問にお答えいたします。プライベートなことにつきましてはプライベートの話でございますので差し控えさせていただきます。先ほどご答弁申し上げましたように、12月以降のさまざまな段階的に感染防止対策の発出が県よりなされているところでございます。私はそのことを十分に踏まえた上で感染防止対策を徹底しながら行動していたということでございます。まあ市長の危機管理意識の欠如に唖然とします。唖然とするばかりに怒りを持います。市民の皆さんがこの事実を知ったらどう思われるでしょう？こういう姿勢で皆さん我慢できるでしょう？皆さん我慢したんです。できるんやで。ああいうコメントはないでしょう。せっかくの機会ですから、この事実を踏まえて市民に向かってあなたの一言コメントを表明していただきたい。このままの状態で市民納得できませんけどね。再々質問にお答えいたします。高感染リスクの場を徹底回避するとともに、感染防止対策を徹底する状況に当時ございましたので、そうした状況を十分踏まえて行動していたところでございます。なお今後とも感染防止対策の趣旨を十分に踏まえて慎重かつ適切に行動してまいりたいと考えています。さっき議会でも答弁しましたけれども、まあ、私常に、まあ、県が発出されるさまざまな県民への皆さんへ のメッセージだとか、まあ、どういったことについて気をつけていただきたいかということは逐一把握もして理解していますし、私も市民の皆さんに発信をしています。ですから常にその自分の行動というのはそうした、まあ、行動 の指針といいますか、メッセージにしっかりと照らし合わせた上で、そこで自粛をせよとか避けようというものについては避けておりますし、そこで、まあ、言及がないものについてはリスクは少ないということになりますので、
感染防止対策は常日頃からマスクを着用したり、出生時をしたり、距離を取ったりというようなことで、これはどういう状況であってもコロナ禍では感染防止対策は必要でありますので、そういったことをとって適切に行動するということを、この間やってきたわけで、答弁でも話しましたけど、この12月25日の時点では初詣、三が日ですね、これを自粛してくださいということだったり、愛知県への往来を警戒しようと、あるいは種類を伴うですね、大人数での飲食は厳重警戒ということを、県が改めて念を押されたということですので、そういったことに私なりにも十分注意をして、常に照らし合わせながら行動しているということです。で、今日議員がご指摘になったその外出自粛というのは、これは覚えてますけど、12月31日急遽ですね、知事の召集があって、そういった中で、この年始、特に三が日に、さらなる警戒をするということで、在宅年末年始の徹底をということで、年末って言ってますけど、事実上1日からということで、さらなる、メッセージとして、県内であっても外出自粛を基本とすることだとか、同居家族以外の大人数での飲食の自粛とか、飲食店については1月6日までですね、種類を伴う休業してくださいということを呼びかけたということで、これは私自身もよく理解しておりますので、1月1日からは市民の皆さんにこうした県のメッセージをしっかりと踏まえた上で啓発をさせていただいた、呼びかけをさせていただいたということです。なので私はそうやって一つ一つ丁寧に状況をですね、なので今こう段階的にいろんなその規制なり自粛の呼びかけっていうのが行われる、あるいは解除される時も段階的に行われますので、そこを正確に捉えて私らに判断し行動したいと。市民の方には我々その時々の感染状況においてどこがリスクがあるのかということを適時お伝えしているわけですよね。ですからそういったものについて最大限の警戒をしてもらう、要は高感染リスクのある場所を下げてください、例えば繁華街で感染が拡大しているならそこは避けてください、あるいは愛知県というのは大都市部で感染が拡大している場合にはそこは避けてくださいということをきちっとこうピンポイントでですね、どこに課題があるか問題があるかということを発信してますので、それを受け止めていただいて行動していただきたいということを言ってきましたので、まさにそれは感染防止対策をやると。しかし我々のっていうのはこう社会生活なりいろんなことありますよね。だから何でもかんでもその全てのものをなしということではなくて、感染のあるところについて気をつけながら日常生活も送るしっていうことをこの波の中でそこを上手にこうギアを切り替えながらやっていかなきゃいけないわけですね。だから情報を正確に受け止めてそれに対しての行動判断をしていくということがこれからもこれは大事だと思います。お互いに気をつけながら感染防止をしっかりやっていくことだろうと思います。で、私もそのことは常々意識してますし、今後もそういったことを大事に丁寧にやっていきたいというふうに思っています。この25日に県が出された内容にはですね、それを自粛しなさいとか避けてくださいというこういう話はないわけで、あくまでも三が日の初詣の自粛とか愛知県との往来、それから種類と大人数での飲食に対して厳重警戒をしてくださいよと、いうような呼びかけがなされているわけですので、市民の皆さんにも、そういった呼びかけをさせていただいているわけで、それは皆さんそのように受け止めて行動されたというふうに思っています。で、これまでも、例えば国においてもですね、こういったそのものに対して休業要請が出されているわけでもありませんし、オープンエアーといいますか、感染防止対策でいうと3密でもありませんので、それは皆様方いろんな社会活動をされるにあたって、国なり県なりから出されているものに対してしっかりとそれを照らし合わせながら適切な行動を行うということで、このコロナ禍は乗り切っていかなきゃいけないわけでありますから、あくまでもそういった行政として出させていただいているものに、しっかりと即した行動というのが求められるというふうに思います。三が日の初詣の自粛に抵触するわけでもありませんし、愛知県との往来ということでもありませんし、種類で大人数での飲食ということでもございません。後から見ればですね、逆に見るとそういうふうに見えるかもしれませんけども、
この時はちょうど、まあ、31日の大晦日から、うん、急激にまあギアを上げたわけですよね。段階的にいろんなこうメッセージを発出しながら、うちみの皆さんに警戒していただく場所も広げていったし、情報を伝えていったわけで、ですから31日に出されて1日以降は、もちろんですね、私もその県の出されたものに即して行動しているわけでありますので、うんうん、それは広く県民市民の皆さんに対しても、そういった一つのこうメッセージにオール岐阜で対応していただくということが大事であって、うん、その前の段階については、その前の段階 のメッセージに対しての即した行動と、ただその段階段階っていうのをやっぱきちっと踏まえていかないと、これをごちゃごちゃにしてしまっては間違ったりいかないんじゃないかなと、プライベートなことなんでそこは申し訳ませんけど、ルールに即した形で私は最大限の感染防止対策をしっかりとってやってる、私妻に迎えに来てもらったんで、もうプレイして、そのまま風呂にも入らず家に直行出して、なるほど、自粛することの何を自粛するか、はい、これ全てのものを自粛してくださいと言ってるわけじゃないですよね、はい、何を自粛するかという時に、高感染リスクの場を避けてくれという中で、それは例えば初詣という大人数が集まる場であったり、あるいは感染者が多く発生している愛知県との往来を避けてほしいということだったり、大人数でその飲食をするっていう場も避けてくださいということをまあ言ったわけですよね。で、成人式については多方面の地域から岐阜へ帰ってきますので、感染が各地域で拡大している中で多方面の人が集まり、さらにその後のまあ二次会と、まさにこれは大人数での飲食っていうのは同窓会と想定されるわけですので、それは避けてくださいということで、まさにそのピンポイントでその時々に応じてきちっとメッセージが出されたり判断がなされている。私はそういうふうに正確に捉えて判断してますから、その時に、ここは感染、高感染リスクではないですよと、この行動については自粛してくださいということは言ってないですよということは何なのかということも私なりに十分理解した上で行動してるということです。私はその日公務はなしという日がありますので、はい、私の、まあ、プライベートの中でこうした一定のルールとしっかりと照らし合わせながら、私なりにどういった行動をするかというのは私が判断していることになります。ゴルフ場では当然昼ご飯を食べますけれども、きちっと距離をとってマスク会食を行って、それも感染防止対策ですよね。お昼ご飯を食べてはいけないということはこのルールでは言ってませんので、しっかりとした感染防止を取りながらプレー終了後には帰宅をしているということであります。私はこの期間はお酒全然飲んでませんので、そういうことはありませんし、マスク会食ということでしっかりと感染防止しながら食事をしたということです。私は他の人が何を食べてどういう行動をしているかまではいちいち見ませんので、私が答えるべきではないと思います。マスクを着用して手指消毒をして、それが通常の感染防止対策ですから、そのようにそれぞれが良識ある行動をしていたというふうに記憶しています。